お、着いた。な。うん。なんや。もう、この冬は、吹き師と呼んで。いや、外出すかな。なあ、ちょっと前は来らへんやろか。うん、来れへんと思う。危ない、ね、やっぱやっぱな、あんまりでっかくしたら燃えてまうから。だって僕もめっちゃでかいねんもん。いや、そうそう、いや、対抗せんでいいや。対抗してんねん。対抗してんねん。あ、危ない。今ぐらいの大きさならね、あんまりあの、くべないでくださいよ。あんまくべないでくださいよ。まだ9時前なの。うん、涼しいな、よかったね。そうね、今日はね、うん、星出てないけど、星が出とったらね、うん、なお良かったんですけど。雪が出てきた、ね、私なんか雲海みたいになったよね。なんかね、やっぱ雲が下がってきたね。洗濯物洗ってんの、うん、ご飯が炊けてきましたね。ちょっと焦げっぽい匂いせへん。まだせえへんねんな、まあ
まだなんか。食べてんの？めっちゃご飯。ねえ。ドドドドドドドって感じで、昨日のカレーもね、こんな感じで。なんか錆びてる。錆びてんの？なんか錆びてる。これへん。すごい、なんかめっちゃいい感じ。うん、食べてみな、分かれへんっていうやつだけど。中に入ってるからね、だって。いや、それはいいよ、別に。んで、もう一回倒して、もう毎朝忙しいお母さんの子供の弁当作るときに、そんなにいちいちできしてられへん。そうじゃないの、仕事ってそういうのやってられへんじゃなくて、やらないの。すぐ食べたら言うと一緒や、ラッピングと一緒。どっちが上手に見えますか、これ。ラッピングと一緒やん、どうせ綺麗に食べる。俺が作った、主婦が作った。これどうするの、この子。これビニールでくしゃくしゃって。はい、だいぶタープの表面が乾いてきましたね。ちょっとタオルで拭きましたね。こんな感じです。